こんばんは、アザミュージックでーす。タカさんにマイクを、タカさんにマイクをくれ。入ってる？これは結局初めに言っておいてもらった方が、あのなんだろう、こうあのライブのね、この流れ上はね、あの、あったらよかったかなと。今日ね、わざわざね、集まってきてくれて本当にありがとうございます。そして、たまたまね、ここで、見ていただくことになった方も含めてですね、楽しんで、もらいたいなと思っておるんですけれども、ここにやってきたのは初めては夏だよね、去年だね。夏で、今回久々3ヶ月ぶりぐらいのライブなんだけど、去年の11月にここでやらせてもらったっきり、やってなくてまたここで戻ってきてということで、またね、2018年はアイランドオーで幕を閉め、また2019年もアイランド王で幕を開け、おそらく2019年の、末にアイランド王で幕を閉め、2020… まあそんなこんなで、まだまだちょっとね、続くんでね、
ゆっくりと酒を楽しみながら聴いていってください。
よし、まだまだいきますぜ。
こういう声大好き。たまらない。あ、今日ね、ちょっとね、民邸っていう隣の町会で超腹いっぱい食べちゃって、2階に上がった瞬間、ホールのおばちゃんが、あの、4人なんですけど、つって、みかん食べながら、みたいな感じで、多分ね、今日のね、あの、N、M?MN&NC の方々もね、多分同じ気持ちでちょっと緊張な面持ちでご飯食べてたかもしれない。多分ああ、そうかそうか、ああ、逆にね、うん、そうかそうか、まあ、でもね、なかなかやっぱ美味しいね。馬に定食の説明帳受けませんでした。酢豚のお酢を抜いたやつ。受けてたんだ、あれね、うん、なるほど。そうそう、こっちでその馬にの、あの肉の馬にじゃあ酢かけてみようかって話になって。そんな単純なのかなとか思ったら、まあまあまあね、そんなこんなで、そんなこんなでっていうわけで、Thank you.
そんなわけでラスト1曲になったんですけれども今日はライブ告知が割とあります、なのでですね、去年2019年初めてのライブなんですけれども、ここから1ヶ月強で、ライブ、4つあるんですね。で今日がその一発目なので、皆さん時間があるとき来てください。まず3月3日、場所は高円寺、高円寺ハイ、おそらくねこれみんな来てくれるのかなと、3月の21日、今度は下北沢ブレス、おそらくねこれ皆さんね来てくれると思うんですけれども、あとは3月の31日、あ間違ってないよね、高円寺ジロ吉こちらもみんな来てくれるなので、まあ、一応インスタとか、Facebook ページの方でも、告知はしてるんですけれども、ぜひ皆さんね、時間をかけて、来ていただければなと思います。あとね、話ちょっと変わっちゃうんだけど、タクシーなんかかっこいい服着てるなと思ったんだけど、ありがとう。まあ、上もかっこいいけど、中もかっこいいよね。何それ？あ、かっこいい T シャツじゃん、それ。どうしたのそれ？アザミュージック T シャツ第1弾なんです。マジかよ、本当に欲しいんだけど、それそれ完売なんです。嘘だじゃあ皆さん、何でもないです、ごめんなさい。今ちょっとね、あればね、なんかそうやって皆さんにご紹介できたなと思ったんですけれども、まあしょうがないのかなね。そうだね、うん、うん、ただまあ、なんつうんだろう、タカさんが今着てる T シャツ、そちらでなんと販売しております。よろしければ皆さんぜひ手に取って、ええ、マジっすか。サイズもちゃんと全部用意してるし。マジっすか。マジっす。え、俺今日一回ポルテコによっていろいろ荷物持ったのってあれなの？そう。そうなんだ。持ってきていただいたのがそちらに販売しております。あと、まあ、隣の CD もちょっと3曲入りの、まあ、デモなんですけども、そちらもご用意してるんで、そこもチェックしてもらえれば嬉しいでございます。よろしくお願いします。ね。こんな感じだね。じゃあアイランド、今日は呼んでくれてありがとう。イベント最後まで楽しんでってね。アズアミュージックでした。次の曲で最後だよ。
Thank you so much.